こんにちは、クリッカークランです。11月25日に富士スピードウェイで開催されたトヨタガズーレーシングフェスティバル 2018TGRF2018 豊田章男社長らが参加したオープニングセレモニーが終わると、メインストレートではチーム東洋タイヤのドリフトパフォーマンスが繰り広げられます。トヨタ86や R35GTR など見慣れたドリフトマシンとともに颯爽と登場したトヨタのピックアップトラックハイラックス。ドリフトパフォーマンスをトヨタ86などと共演するその姿はとんでもない迫力。このハイラックスはドリフト用にチューニングされたモンスターハイラックスで、そのパワーは600馬力オーバーとのこと。他のドリフトマシンに比べればかなり大柄といえるハイラックス。しかしその大きさとは裏腹に小気味よく決まるドリフトを披露。そしてさすが600馬力だけあって、そのタイヤスモークは半端じゃない。そのド迫力なハイラックスのドリフトを支えていたのが、東洋タイヤのスポーツタイヤの頂点プロクセス R1R。 メインストレートのドリフトパフォーマンスを見ていたレースクイーン霧島聖子ちゃんも、ハイラックスをそばで見てみたいと展示されていた富士スピードウェイのドリフトパークまでやってきてしまうほど、見ていた観衆には多大なる興奮を与えていたのです。この大迫力を通り越してド迫力と言ってしまうハイラックスのドリフト、写真では伝わりにくいかもしれませんので、動画も合わせてご覧ください。この見た目の迫力に走りの迫力は超ド級。ハイラックスのような迫力のあるマシンが D1 グランプリに出てきてくれたらかなり面白いと思うのは筆者だけではないと思います。この走りをもっと見てみたい。